こんにちは。今回は寄り道会というわけで、まず最初ハーメンツの、村に来ております。本当にここはちょっと寄るだけなんですけど、真っ暗だね。みんなダメになっちゃうのかな。回っちゃったね。みんな暗いよ、やっぱり。この空の壁はぶっ壊せないのか。もうやだよ、こんなの。真っ暗になっちゃったね。待って、あれは雲かいな。けったいな雲じゃん。こいつはなんだ、あれだ。まだそのこと言ってる。ね、お墓が2つある。で、前あったっけ？ないよね。やだなぁ、なんか。どんどんああいうのが増えている気がするんだけど。で、ここが懐かしのウォルトですね。懐かしいな。なんかメイドさんとかいたっけ？あ、いるいるいる。どいてどいて。変わんないか。ちょっと会いに行くわけじゃないんだけどな。ちょっと忘れないうちに撮っておこうかなと。あれ、ヒソいなくない？そうそう、懐かしい。もうお前らなどに頼まん。お金。で、ここどこにあるんだろう。来た。これ昔に取ってきたやつですね。古びた杖。乱雑に放置してある杖を持っていきますか。もういらないんかな、これ。だー、古びた杖。イエーイ。これが大事？年代を感じさせる古びた杖。凝った衣装が施されている。これを変えられる。あ、特技の方ってできるのかな。いや、無理だな。貼って、あ、できる。ビーフももしかして変えられるんか、これ。へぇー。ハテナのついてるやつだけ判明するだけの効果かと思ってた。これでいけるんだ。今更すぎる、これ。で、あの、この古びた杖変えましょう。きたー、 BC ロット。2個目だ、ロット。ブルークリスタルロット、イシュタル伝説に登場する聖具というわけで、BC ロット、 GC ロット、2個手に入れました。2個になりました。ごめん、ちょっともらっていくね。あと1個ですね。ロット系はあと1個なので、もうすぐあれもできるぞ。っていうところで、じゃあ次の目的地に行きます。はい、久々に行きました、アサリルの町。大変なことになったな。俺たちで何とかしてみせます。マリーのやつは最近なんだか落ち着かないみたいでな。多分お前らの力になりたいんだと思う。というわけで、ちょっとダリスさん、マリーちゃんをまた借りていくね。ああ、ここの音楽はいいな。マリーちゃん久しぶり。マリーさんお久しぶりです。ああ、スタンカー久しぶりだな。相変わらず元気そうで何よりだ。マリーさん、ダリスさんはどうしたんですか？あ、自衛団の仕事に戻ってな。結構忙しいらしいんだ。あ、それよりも腹は減ってないか？はい？あ、マリーさん特製のビーストミートのポワレでも食べていかないか。これダリスが好きなやつですよね。ありがとうございます。でも今はいいですよ。今度ご馳走してください。いやいや、今。
そうか、それは残念だな。じゃあ何か用があったらいつでも来てくれていいぞ。あれ、材料足りないかも。嘘。ちょっと出直してくるわ。ちょっと待って、確認するから。できるできる。なんだよ、できるじゃんかよ。全部持ってました、あの材料は。大丈夫そうでした。というわけでビーストミートのパワーで作りましょう。わかった、腕によりをかけてとびきりうまいやつを作ろう。できるまで待っていてくれ。もちろん。いいなぁ、マリちゃんの手作りだよ。めっちゃ見てるスタン。え、あんな燃えてて平気？ここからが一番大事なんだ。それ行くよ、イフリート。ちょっとスタンが引くくらいちょっとやばそうですね、これ。一丁上がりだ。さーて、できたぞ。冷めないうちに食べよう。熱々だな。きたー、グルメ B。 たどうやら4つみたいです。 ABCD。 急にシーンと してる。急にシーンとしないでよ。きたー、ビーストミートのポワレ。美味しそう。これ強火で調理するのがうまさの秘訣。いやー、これで、グルメが全部揃いました。よし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 。急に静かに。マリちゃん？あ、どうしたんだ？私の力が必要なのか。あ、材料を教えてくださいとか。まず欠かせないのがビーストミートだ。とっても美味しいんだ。一個しか教えてくれない。そっかそっか。足りないやつ教えてくれるわね。それはどんな料理ですか？ファンダリア王国名物の肉料理だ。うまく作るコツは強火で一気に焼き上げることだな。とろけるチーズが肉の旨味を引き立てて、これをパンと一緒に食べるととても美味しいんだ。寒い冬でもそれを食べながらグラスを傾けると体がとっても温まるんだ。そう、材料が確かビーストミートとクリーミーチーズ、ロールパンで、イフリートかな？あ、イフリート全部なくなったかもしれんじゃん。多分、なくなったな。ない。2、3個あったんだけど、まあいいやまあいいや。しょうがない。じゃあ、一緒に行きましょう。外すのは、ごめん、コングマ。あ、闘技場やってから、やればよかったかな。こんなところにこもっていても気がめいるだけだからな。また一緒に旅ができて私はとても嬉しいぞ。よし、マリちゃん久々に仲間に。ちょっと曲がないのが気になる。あってもこれだけ。もう一回入れば。あ、スタンは自分で料理とかしないのか？全然ですね。リーネの家では妹が家事を仕切ってましたから。そうか。それならば今度私が特製の手料理を食べさせてやろう。ぜひお願いします。あ、任せておけ。その時にはここでな。はい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 。そこでじゃあなんか丸ボタンとか押せばやってくれるのかな。ほんとだ、材料がないけど。オッケーです。さあ、久々のマリーちゃんレベル29。まあそこそこですかね。前のままだと思うんですけど。でも20違うか、スタント。だいぶもう使ったからな。でも金のフライパンは装備させておこうかな。そのために仲間に入れたようなもんだな。マリちゃんしか多分装備できないから。これ強いね、デュエルソード。マリーはでもレーザーブレードも強いわ、そういえば。マリーはなんか、まあ前半使ったからいいかなみたいな感じに思ってます。
ぱメインの4人で、ジョニーまたちょっと使うかもしれないんですけど、はい。というわけでグルメ手に入れることができましたので、じゃあ次あそこに向かおうと思います。さて続きまして、リーネの村にたどり着きました。おじさんには嫌われてるよな。ひどいよ。今日やるのが、あれもう外出なくなってる、みんなさすがに。女の子いなくない？こう。やばい。あれいないな。女の子。どこに行ったんだろう。娘さんがおりません。どこ行ったんですかね。結構みんなうろうろしてるよな外。本当にいないんだけど、見当たらないな。バッカス、今が朝なのか夜なのかさっぱり分からなくなっちまったな。本当にね、本当そうよね。で、今日やるのが、あの前卵を置きに来たじゃないですか。曲がすごいんだよな。あっためてくれてる。私は卵。なんなんだこれ。またあいつまた覗いてるぞ。あ、はい。あ、こんな時にまたもう、この構造が悪いよ。だってお風呂見てくださいみたいな感じじゃんこれ。ダメだよ。早く生まれるといいね。これは家を出入りすればいいんだったか、どうだったかな。何回かね、どうすればいいんだかな。10回ぐらいやんなきゃダメか。出入りだけで、村を出入りするのか家を出入りするのかちょっと忘れちゃったんですけど。あっ、お兄ちゃんお帰りなさい。ねえお兄ちゃん見て見て、卵が帰りそうなの。ほんとか。ピクピク動いてるの。ほらまた動いてる。すごいな、音がすごい。生まれる。あ、出てきたー。かわいい。ブルードラゴンの赤ちゃんだって。スタンさん、リリースさん、名前すごい。名前も知ってるし喋れる。送れ送れ、食べ物送れ。喋った。すっごい頭いいのね。送れ送れ、食べ物送れ。あ、ごめんごめん、何かあったかな。お前なんて名前なんだ。グルメグルメ。でここであれですね、グルメが必要になってくるわけですね。お前生まれてすぐそんないいもん食いやがって。そうか、グルメってんだ。ちょっと待ってな、リリス、食べ物ないのか。ちょっと待ってね。 あれいなくなっちゃった。あの子どこ行ったの。あれどこ行ったんだ。消えちゃったみたいじゃないの。お兄ちゃん、はい、
探してきます。早いでももう来てくれたよねえ。すごいついてくるんだけど、かわいいけどさかわいいけどやばい、これかわいい、ついてくる、すごい。でこいつにですね、グルメグルメ言ってるので、今まで集めてきた、てか作ってもらった、海の精の贈り物、マリちゃんが作ってくれたビーストミートのポワレ、ピリピリシュリンプだっけと、ゾウアマアマをあげます。送れ送れ、食べ物送れ、グルメをあげましょう。グルメ B もあげましょう。贅沢だな、グルメ C あげましょう。グルメ D もあげましょう。おー、でかくなったー。いや今日生まれてこの成長すごくないか。ブルードラゴン生態、これあげる。イエーイ、アタッチメントディスク、青木竜を手に入れました。やったー、すごいんだけど。ねえ、これどうすんのよどうすんのよこれ。ちょっとでも青木竜ですね、これスタンに装備させたいけどな。どんぐらいあれなんだ、ちょっと弱いな。青木竜、誰かいる人、またフィギュアとかちょっと一回つけてみようかな。あ、でも一応上がるんだ。青木竜はブルードラゴンだ、すごい。ええ、すごくない、ブルードラゴンを召喚するだよ、これはいいね。へえ、来てくれるんだ、じゃあ。すごくない、あれどっか行っちゃった、リリスもういいんかあ、お兄ちゃん戻ってたんだね。また出かけるの？あんまり無理しない。なんか、何事もなかったようにお前も覗いてるな。まあ、とりあえずディスク得られるイベントでしたね。いやー、嬉しい、ブルードラゴン。めっちゃ可愛くないですか？話しかけられないのがちょっとあれなんですけど。可愛いなー。これ一応ついてきてるんかな？ほら。でもちっちゃいね。生態だけど。あ、やっぱついてくるんだ。鶏とか食べちゃうかな。それはないか。ついてくるよー。かわいすぎる。かわいいね。よし、じゃあじゃあじゃあ、また次のところに行きましょう。また帰ってくるね、ここ。さて、続きまして、また闘技場がね、黒できるようになっているというか、あのモンスターが変わっていると思うので、闘技場やっていこうと思います。相変わらずちょっとかそってるんですけどさあやりましょう。マリーちゃんのお言葉を聞きたいわ。期待してるぞスタンか。よし。ぶっ飛ばしましょう。すごい暗いけど。スタンエルド。マリちゃん、ついてるか。
あれマリちゃん喋んないの？喋んないんかー。というわけで1匹目。あー、足が可愛いね。トレントだ。どこであったよな。どこだっけか。シクエリンゴだ。よし、さあ2匹目。あれ、これも見たことあるよな。あ、これ石化にしてきそう。よし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 、状態異常は気をつけないと。やった、勝手に負けになっちゃうから。やったぜ。さあ3匹目。あ、なんだこれ。あれ、あったことあるような、ないような。ナスクラウドか。へー、どっかでお会いしましたか。やったー、イエーイ。じゃあ次、おー、クマさんかな。グリズリー、恐竜レンガさん、ちょっと怖いから。よし、ナイスガッツだった。ブレントだよ。お、鳥さんだ。ちょっとかわいい。カーカー系か、キラーウルか、鳥で鳥か。今のあのあれだ、スピード用に出てきてた気がするよこれ確か。さあ6匹目。あ、天ぷらだ。天ぷらは麻痺とかはしてくるかな。レッドローパー、恐竜レンガ団、怖い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 、硬い硬い、恐竜レンガ団。よし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 、バルディオス、やば、もうこれでしょ。あ、甘くない、全然聞かないんだけど。なんでなんでなんで、どういうこと。406か、なぜ。硬いってこと、そんだけ。こっちのがまだ効くか。強いな。ひたすら。次超強そうじゃない。7戦目でこれだよ。 HP 高っ。あ、どうした。いや強かった。いや次なんだろう。来たぞビビー。やけど次、今までとは一人違う。え、競技場始まって以来のワクワクモンスターが登場だ。これは負けない。おっしゃ、いいぞ、行くぜ。こいつがとどめの8匹目だ。無理これ。飛んでるな、ワイバーン。うわー、これ当たる。ちょっとどうぞ、遊ばない遊ばないで遊ばないで。あ、回復しちゃう。火ダメなんだ。あ、
やばい、え、装備変えられないよね。あやばい、特技も全部、いや、ディムロスだから属性ついちゃうよね。アイテム、なんか戦えるアイテム、あ、この辺ならいけるか。え、もったいな。もったいないけど運いいね。あれ回復なの？ちょっと待って。シルフ、もったいな。出ろー！シルフ！もらい効く？あ、結構効くな。使っちゃう？ノーム。土は届かなそうだな。出ろー！あ、かわいい！倒せない。ボルトしかない、あと。やばい、異常に。倒したい。うわエナジーブレッドしかねえ。いや倒せないよな。くっそー。いやー困った。巨大化の実は意味ないもんな。いやー積んだわ。積みました、完全に積みました。魔人剣とかいけるのかな。いやー、先行炎天下なんて、もうこの辺絶対炎だもんな。1個ずつ試す？下降りて、下降りてきて。降りてこないか。攻撃しちゃうとな。どうしようどうしよう。何か使おう、何か使おう。ファイヤーボールなら弱いかな。ファイヤーボール。あ、いける、魔神剣いける。魔神剣いけるじゃん。間違えた。あ、獅子もいける。ものによってはいける。これは無理。烈空山断空剣ならいけんじゃないか。あ、回復しちゃった。大幅な回復、大幅な回復。あと無理だろうな。飛炎連客、ちょっと一個ずつやっちゃう。どんどん回復しちゃうけど。あ、ちょっと回復するわ。これちょっとはめて、どんどんいけ、どんどんいけ。ちょっと回復からの。よしよしよし、マジンキマジンキ。ああ、いけ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 。必死すぎる。3回であれなんだよな。もうちょっとお付き合いくださいね。頑張って戦うわ。はい。
下降りてきて、獅子閃光、下降りてきてくれ、獅子閃光、獅子閃光、オッケー、獅子閃光、ちょっと回復しよう。こんな必死な戦いになると思わなかったんだけど、やばいマジで。オレンジ組、下降りてこい、下降りてこい、下降りてこい、そうそうそう、無理です無理です、獅子閃光、魔人剣を使い、獅子閃光、すぐ上に行っちゃう。あっ、気絶しちゃった。こいこいこい、よしよしよし、よかった、状態異常とかないだけいいわ。隠そっか、頑張れスタン、頑張れスタン、もうちょっと見守っててください皆さん。獅子閃光、獅子閃光、すごい HP 高い。どんぐらいあるんだろう、調べよう調べよう。うわー1万だと。もうどうでもいい。コングコングコング。いやもうあの死闘の後にお前どうでもいいわ。ワイバーンやばかったな。お前これだわ。あれ。また変えよう特技。いやーやばかった。だな、魔人剣お世話になったよ。いやーごめんコングマ、そんな強くないんだな、少しすごいけど、ほらごめんね。いやーわかった、ワイバーンの疲労が、商品なんだ、コンボコマンド、あれ、コンボコマンドって2個目か、いやもう連れていきませんけど。ダメだ。あれ？あ、必殺技がコマンド入力で出せるってやつか。へえ。そういうの、それさ、コマンド入力って出るようになってんのかな？いや、わかんないな。多分できるようなんだろうな。装備させてみるか。わざわざこれ装備して。ちょっと。ねえ、ちょっとわかりませんね。ちょっとごめんなさい、わかんないです。いやー、しかしアイテム超使ってしまった。
まあ使わないからいいけどさ、やばかったな。じゃあ、あとまたなんか5連戦ぐらいだっけ、5連戦じゃなくて商品多分変わると思うので、あと何回か優勝しようと思います。装備を変えよう。うん、そうしよう。アークウィンドウが一番強いんか、ストライクアクスか。これ属性気をつけないとね。ナスレイヤーソード、あ、デュエルソードが強い。あ、地属性ってどうなんだろう。できれば属性ついてないやつがいいですよね。フランベルジャーも例外だ。フレアバーセラートもダメだわ。レーザーブレードかな。光なら、これ装備変えてもここはつけたままでいいんだ。おかしくない？ほら、へえ、へえ。じゃああと残りやります、戦います。よし、優勝しました、チャンピオンだ。あ、まだ忘れてた、コングコングコング。今レーザーブレードで戦ってるんですけど、レーザーブレードだった。本当に本当に、ほらすごくない？あ、すごいのやってくるの、あいつ飛ぶな。ごめんね。やったー、レーザーブレード痛そうだよな。よし、2回目か。よし、何回見たの。3つ目これ、すごい手に入るね。じゃあもう一回やります。飛ばしちゃった。ジュエルセット、うっかり飛ばしてしまった。ちょっとコングマンがいちいち出てきて、ちょっとあれなんだよね。ごめん。ジュエルセットってなってた？あ、へえ。ダイヤモンドは持ってる。ムーンストーンも持ってたよね。あれ持ってないか。持ってないかも。光を当てると青く発光する月夜の宝石。エメラルド。うん、この辺を持ってる気がする。あれ持ってないっけ。緑色の光沢のある宝石。防御40、20、10、ルビー、燃える石炭と言われる宝石。ビジョンブラッドは最高級の色。高い、35だって。サードニックス、色相の重なっている目の24。ありがとう、宝石ちょっと嬉しいな。ちょっともう一回やろう。じゃあやばい、また飛ばしちゃった。見てなさすぎるな私。なんだなんだなんだ、シルバーケープかもらったの。へー、ちょっともう一回やってきます。
よし、飛ばさないぞ。あ、また協力組セットか。よし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 、これで終わりか。しつこいなよし、そうだ、あとベロンゴールド、あ、ベロンゴールドもあるんだ。で、リクシールと、あ、グミ系ね。はい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 、オッケーです。で、終わり？あ、まだできんのかな。これだ。日々聖なる戦いに明け暮れる君のために新たなステージを用意した。さあ、心置きなく選ぶがよい。いつもの勝ち抜き戦、お化け退治だ。これやってみよう。必要です。説明しよう。剣を振り出現するお化けを制限時間内に倒せと。ちなみに剣を振るのは丸ボタンとやらだこのゲームのパーフェクトは30匹クリアだ。その暁には素晴らしい商品が君のものに。30匹クリア。説明はこれで以上だ。さあ行け若者よ。丸で振ると。制限時間あるよね。レディーゴー。どこに出んの？こうやって倒すんだ。遠っ。これあれじゃない？あそこに出てくる敵じゃない？はえー、全部倒せんのかな本当に。いつ？これ制限時間ある？あ、消えちゃうんだ。あー、時間経つと消えちゃうんだね。むずい、それは。これは無理。ちょっと遠すぎる遠すぎる遠すぎるよ。早いよ。これはきつい。ノックダウンザモンスター24。いやー、パーフェクト取んなきゃダメってことでしょ。きつはー、ちょっともう一回だけやってみるけど、出た順に倒さないとダメだな。運だなこれ。運もあるなぁ、これ。さっき言った気がする。まあ、一通りやったか、でも。闘技場結構遊んだぞ。いやー、だいぶ遊んだ気がします。あと、あれだけもらっとこうかな。この上の人かな？この人かな？まだちょっと行かないかもしれないんですけど。上上上。これかな？あ、今闘技場でライブやってるんだよ。チケットいっぱい持ってるから日晴らしに行ってきたらどうだい？イエーイ！いっぱい持ってるってどういうことよ？転売屋か？ライブチケット手に入れました。というわけで、ライブチケットはこっちか？いや、貴重品でしょう。あった！大興奮のライブを見ることができるチケット。だそうです。まだ、なくな、
見れない時期とかはないよね。今見れるんですけど、ちょっとなんかもうちょっと後のお楽しみにしておこうかなと。で、見れなくなったりして大丈夫かな分からんけど、はい、まあ後々頑張るぞって時に見に行こうかなと思ってます。はい、じゃあ次の街行きます。あ、死ぬ時は一緒だ。私はまだ死にたくないな。あー、あのカップルでさえもう遊べないわこれ遊べなくなってるわ。というわけで試練に来ております。どう行けばいいんだっけか。あ、ここは楽しそうね。あれ、もうやってくんないよ。あ、やってくれた。こういう時こそ笑いが必要なのです。ありがとうピエロさん。噂好きおばちゃんが、井戸端おばちゃん、すごいな。で、くたばんだよジョニー。あー、ありがとう。え、ジョニーいると会話変わったりするかね。帰ってきたよ。久々にジョニーは帰ってくることになったのだろうか。何か方法あるはずだから。あよりにグルメはいっか。またお茶やってる。一体我らに何ができるのだろう。弟帰ってきてもあんまりいい反応ないな。いい家だよな。ちょっと変なものもあるけど、この死でも攻撃されないって保証はないもの。いる。時々ジョニー様のご友人がいらっしゃってピアノを弾かれるんだけど、いるな。ちょっと待って待って、何、会いに来たんですよ。ジョニーたまには家に帰ってくるんだよな。お父様、天地戦争の遺物空中都市軍が蘇ったというのではないか。なんとしたものか。というわけで、ジョニーの部屋に誰かいますね。あなたは誰でしょうか。来たー、私の大好きな桜庭さん久しぶりだな。ジョニー聞いたぞ、家に全然帰らないんだってな俺がこの部屋使うぞ。まあ俺は一箇所に座る性分じゃねえしな。お知り合いなんですか。うん、なんつうか音楽友達ってやつかな。こいつも音楽やってんだけど、俺なんかと比べてなかなかいい音出すぜ。なあ、久しぶりの再会を祝してと言っちゃなんだが、一つお前の出前を披露してやってくれよ。あ、やった。
予期せぬ長さだったんですけどどこまでいつまで弾いてんだろうってちょっと思っちゃったんですけど、いやー素晴らしい素晴らしい、やっぱ天才ですよ本当に。素晴らしいわ。お前さんまた腕が上がったんじゃないの。さすがにこの俺もちょっと芸術魂を刺激されてだな。こんなん作ったけどどうだい。行くぜ。何ダメ、しょうがねえな。じゃあこんなのは。何これもダメ、しょうがねえな。これでどうだ。わおどうで、感動ものだろ。おし、次の曲はこれで決まり。今あ、スコア G かこれなんか新しいの覚えた。あ、桜庭、俺はまだ当分旅を続けるつもりだけどよ、まあゆっくりしていってくれや。俺のピアノもたまには音を出してやらなきゃな。ああ、そうさせてもらうよ。ちょっと本人に似てませんこれ、横顔が特に。ほらほらほら気をつけてな、ありがとうさて、というわけで何か覚えました。ミラクルボイス、あ、ここがないな、なんだろう。叫び声が相手の鼓膜を直撃。これダメでしょダメなボイスじゃんそれ。そろそろジョニーちょっと使いたいですね。次使っていこうかな、面白そうだし。そうするかもしれません。あ、桜庭さんと一緒に今日終わりにしよう。というわけで、いろいろちょっと回ってきましたが、もろもろはこれで終わりになります。で、次からは前言ってた、なんだっけ、ウェルセリウムだっけ、まあ、トラッシュマウンテン行ってそれを取ってくるのと、あとソディアン研究所に行って、あのソディアンをレベルアップさせる、どっちからやろうかなと思ってるんですけども、どっちかから次回やっていこうと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。